トマス・コーウィンはアメリカ合衆国の政治家。1840年から1842年まで第15代オハイオ州知事を務め、その後1850年から1853年までミラード・フィルモア大統領の下で第20代アメリカ合衆国財務長官を務めた。1894年、コーウィンはケンタッキー州バーボン郡で誕生した。 コーウィンは、オハイオ州において、法律を学び、1817年に、同州から弁護士の認可を受けた。その後コーウィンは、同州レバノンで、弁護士業を開業した。1821年、コーウィンは、オハイオ州下院議員に選出され、1823年まで、その任を務めた。その後コーウィンは、同州王連軍の検察官を務めたが、1829年に、 再び、オハイオ州会議員に選出された。1831年、公インは、ホイッ島からアメリカが州国会議,議員選挙に立候補し、当選した。公インは、その後を来続けて、連邦議会の会議,議員に選出されたが、1840年に、会議,議員を辞職し、同年のオハイオ州知事選挙に立候補した。そして、公委は、その選挙に勝利し、 オハイオ州知事に就任した。1842年、知事の任期を満了した。公インは2期目の選出を目指して再び、オハイオ州知事選挙に立候補したが、民主党のウィルソン・シャノンに敗北した。その後公インは1844年にも、オハイオ州知事の候補として3度目の指名を受けたが、公インは、この指名を辞退した。1845年、公インは、 ホイック党からアメリカが衆国上院議員に選出された。コーウィンは上院議員として米国戦争を通列に批判して政治的な反逆者の役割を果たし選挙民の強い支持を受けた。そしてコーウィンは1847年、1849年と3期続けて上院議員に選出された。財務長官時代のコーウィンの肖像が1850年。 コーウ務員はミラード・フィルモア大統領から郵政長官への就任を要請された。コーウ務員はこの要請を断ったが、フィルモアは再びコーウ務員に、今度は財務長官への就任を要請した。コーウ務員はフィルモアの強い説得によりこの要請を受諾し、上院議員を辞職すると、フィルモアの大統領就任と同時に財務長官に就任した。 公務員は保護関税を支持する立場をとっていたが、1846年に成立した関税法に対しては、好意的な評価をしなかった。この法律は、製品の原材料に対しても高い関税をかけていたために、完成された製品をそのまま輸入する方が安上がりなことが多かったのである。公員はこの法律により、国内の職人の育成が阻害されていると指摘し、 新たな関税法を提案した。だが、公院の提案する関税法は民主党が多数を占める連邦議会を通過することはなかった。1853年、公院はフィルモア大統領の任期満了に伴い財務長官を退任した。そしてオハイオ州に戻った公院は法律家となり、 新たに結成された共和党に参加した。1859年、公務ンは共和党から再びアメリカが州国会員議員選挙に立候補し、当選した。公務ンは1861年にエイブラハムリンカーン大統領から中メキシコ公使への指名を受けるために会員議員を辞職し、メキシコに渡った。公務員は1864年まで中メキシコ講師を 勤め、南北戦争において、メキシコが、イギリスやフランスの干渉によりアメリカ連合国を支持することを阻止した。1864年、コーインは中メキシコ公使を辞任し、アメリカ合衆国に帰国した。そして、コーインはワシントン DC で弁護士業を開業したが、翌1865年に死去した。コーインの遺体は、 オハイオ州レバノンのレバノン墓地に埋葬された。ありがとうございます。